じゃあ、皆さん、こんにちは。豊島区長の高野由紀です。本日は、豊島区と。がん情報サイト。オンコロと共済の。リメンバー、ガールズパワー。二マル二一をご視聴いただき、誠に、ありがとうございます。このチャリティーライブは。豊島区、がん対策推進計画において。小児が。あやす世代の。 がん啓発を進めている豊島区と小児がん綾世代のがん臨床試験の啓発で5年間にわたりチャリティーライブを開催をしておりますがん情報サイトオンコロが連携し共催するイベントでございます本来は豊島区池袋にある豊島区区立芸術文化劇場 東京建物のブリリアホールで有観客開催をする予定でありましたけど緊急事態宣言の中でもあり新型コロナウイルス感染症拡大防止のために無観客無料ライブ配信で開催することになりました。無観客での開催はとても 残念でありますけど9月の25日、26日の両日多くのアーティストの理解と協力をいただきまして全3公演を開催をいたします皆様もご存知のように豊島区池袋はサブカルチャーの発信の地でもあります誰もが主役になれる、持続して 発展する国際アートカルチャー。都市の実現を目指して。さまざまな取り組みを行っております。本日も。このライブを。多くの方に。ご視聴をいただき。小児癌。や世代の。癌。認証試験の。啓発が。進むことを願っております。それでは。ここに。豊島区。癌。情報。 斉藤オンコロ共催の「RememberGirlsPower2021」の開会を宣言をいたします。